そうです、まあ、あの昨シーズンもあのプレーオフ行くためにスポットをハイワンと争っていたので、やはりあのシーズン前半でこういう形でハイワンに勝ったということはすごい僕たちにとってもあの次あのまたこれからにつながる試合だったんじゃないかなとは思います。別にあの僕自身の選択ではないので、やはり監督からあのこの試合は僕で行く、この試合はあの小野で行くっていうことを言われたので、まあ、それはあのそれに従ってプレーしました。はい、はい、そうですね、やはりあのまだまだシーズン前半なので、こういった形いい形で次の春ら戦だったり、まあ、今週末また釧路遠征があるので、そこでいい結果を出せるように、まあ、とにかく今までと変わらずいい準備をしていいシーズンを送れるようにやっていきたいなと思います。